ビル・ダナはアメリカ航空宇宙局のテストパイロット宇宙飛行士である。ダナは1930年11月3日にカリフォルニア州パサデナで生まれた。1952年に陸軍士官学校で学位を取り、その後4年間アメリカ空軍でパイロットを務めた。1958年に南カリフォルニア大学で航空宇宙工学の修士号を取ると、 アメリカ航空宇宙局に入った。ダナは1993年から引退する1998年までカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地内にあるドライデン飛行研究センターのチーフエンジニアを務めた。また F-100 や F-16 等の改造飛行機のテストも行った。またダナはチーフエンジニアになる前1986年から チーフパイロットを務めていた。リサーチパイロットとして、ダナはドライデンで行われた、いくつかの重要な航空プログラムにも参加した。この功績により、彼は1997年に NASA から NASA 式勲章を受賞した。2000年には、ドライデン飛行研究センターより、ミルトン・トンプソン生涯功績賞を授与された。1960年から1962年には、 ダナは、アメリカ空軍で構想された、宇宙偵察機 X-20 のパイロット、宇宙飛行士を務めた。また、ロケットエンジンの高高度極超音速実験機、X、X-15 で16度の飛行を経験し、毎時3897マイルの速度を記録した。最高高度の記録は、59マイル近くに達し、カーマンラインを越えていたが、2005年まで、 彼は公式には宇宙飛行士として認められていなかった。10年に及ぶ計画の最後の飛行のパイロットもダナであった。1960年代末から1970年代にかけてダナは友人リフティングボディ計画のプロジェクトパイロットを務めた。この計画ではいくつかのバージョンの翼のない飛行体の試験が行われ、スペースシャトルの開発につながるデータが得られた。 ダナは、リフティングボディ計画において、M2F1 で1度、HL-10 で9度、M2F3 で19度、X-24B で2度の合計31回の飛行を行った。ダナは1962年に、ジュディ・ダナと結婚し、シドニー、マット、ジャネット、レスリーの4人の子供と7人の孫がいる。現在は、アリゾナ州フェニックスに居住している。 リフティングボディ計画への貢献に対し、ダナはナサコー功ー勲賞を受賞した。1976年には M2F3 のコントロールシステムの研究に対し、米国航空宇宙学会からハレー賞を受賞した。また、テストパイロット協会の会員として、ダナは何本かの論文を執筆し、1993年には宇宙飛行士の伝道に選ばれている。 2005年8月23日、NASA はダナに対して公式に宇宙飛行士バッジを与えた。2014年5月6日に死去。ありがとうございます。